いやー、きついな。メヒリは無事なんだろうか。うわ、え、ちょっと待って、そんなのありかよ。びっくりした。なんかある。ハマスか。そういえばこの上を調べてなかったな。調べ損ねたって感じだったけどな。お、PSG はマックスか。じゃあ行こうか。メイリル無事だといいけどな。変動常なし。敵によって転化すって聞いたことがあるわ。相手の動きによって臨機応変で行こうって意味らしいけど。スネークの任務にはほんとぴったりの言葉ね。どうしよう、かけてみる。一回ないか。新型核弾頭発射の黒煙が迫っている。メタルギアの地下整備基地に急いでくれ。地上は氷河に塞がれて通れない。通信塔を登って氷河を迂回するんだ。通信塔は A 塔と B 塔からなっている。君のいる A 塔から B 塔へ行くには屋外の渡り廊下を使うしかないようだ。暗い場所は危ないわ。敵がどこから出てくるかわからないもの。暗視ゴーグルかサーマルゴーグルを使って。暗視ゴーグルはあるから大丈夫だな。暗い場所なら暗視ゴーグルかサーマルゴーグルを使うべきだ。スネーク、通信塔の中は暗い。暗視ゴーグルかサーマルゴーグルを使った方がいいよ。サーマルゴーグルなら僕の研究室のあったフロアにあるよ。あと通信塔にはいつもたくさんの兵士が詰めているから見つからないようにね。通信塔の真ん中あたりに渡り廊下がある。そこまで一気に登ってくれ。なんか音がやっぱおかしいかな。ちょっとすいませんね。また一旦カットします。はい、戻ってきました。なんかね、音がプツプツいったりですね、ちょっと左右に触れたりするのが気になるんですよね。サーマル、サーマル。あ、ちょっと待ってね。コントローラー設定で。よし、行きましょう。急だな、急だな。そういうことか、一気に駆け抜けるってそういうことか。こいつら無視していこう。え、ちょっと待って、危ない。死ぬ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 。あ、ちょ、何してんだこいつは。なんで壁になんか張り付いてんの。バカかお前は。なんで張り付いてんだよ。今張り付くところじゃないだろうが。ちょっときついな。まあこれぐらい減れば少しは楽でしょう。なんだ。スネーク、そこが渡り廊下への扉だよ。カードを使っても開かないぞ。え、あ、そうか、忘れてたよ。そうだったそうだった。何か知ってるのか。外側が凍りついて開かなくなることがよくあるんだ、渡り廊下の扉は。先に言ってくれ、そういうことは。で、どうすれば開けられる。中から開けるのは無理だね。いつもは外側から C4 か何かで爆破するんだけど。外側から？中から開けることはできないのか。ごめん、無理なんだ。でも安心してくれ。通信塔の A 塔と B 塔をつなぐ渡り廊下は2つあるんだ。
もう一つが屋上にある。屋上の渡り廊下を使えばいいと思うよ。オタコそういうのもっと早く言ってくれ。あーやべえ、返そこねた。オタコン、オタコン、そういうのはなしにしてくれ。でサーマルいらないやんこれ。一応倉庫で持っていくけど、あいた。あれどうしようか。きつい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 。で、あと一旦何で当たるんだよそれ。なんで壁にいるんだよ。だからでここが カードキーで開かなくて、でこいつらの無線を聞き次の屋上階へ行く。オッケー、いやだ。オッケー、ナイスレーション。ちょっと辛くなったらかもっすか。いった。痛い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 。よいしょ。オッケーオッケー。つらーい、早くして。よいしょまだ、また前から来てない。痛い痛い。よいしょ。あ、痛い。やばい。よいしょ。やばい。よいしょ。あぶねえ。着いたよ。オタコン、屋上に着いたぞ。歩いて上がったにしては早かったね。俺としてもゆっくり行きたかったんだが、せかす奴らがいたせいでな。通信ビートにはエレベーターがついてるから安心していいよ。渡り廊下を進めば通信ビートだ。ああ、レーションとか欲しいな。いや待て、これなんかありそうな気がするな。ちょっと待ってね。怖いよ大佐、なんか来そう。屋上に着いたぞ。お疲れ様。別に疲れてはいない。
でも心拍数が上がってるわよ。呼吸も荒い。ちゃんとモニターしてるんだから。アラスカ暮らしで体がなまっていたのか。スネーク、ビートを降りて北へ向かってくれ。うわー、これまでかなりあるが、ロープがあればいける。さっきのロープなら使えるはず。どうするつもりだ。アミラハイドに立てつくつもりか。さあ行くぞ。ここにいてもやられる。助けて。通信ゲート屋上の渡り廊下を破壊されたか。だが、これで道が閉ざされたわけじゃない。通信A棟の屋上、北の出っ張りからラペリングで下の渡り廊下へ降下するんだ。危険よ。ハインドがスネークを狙ってるわ。それにロープを使えば両手が塞がる。その通りだが、やるしかない。幸い、ハインドは小回りが効かない。そこにかけるんだ。無茶よ、そんな。他に方法はない。じゃあ、せめて、セーブを。ロープ。あぶねえ。ラペリング中の操作はこうだ。バスボタンを押すと壁を蹴る。壁から離れている間に方向キーの下を押せば下に降りる。方向キーの左右を押しながら壁を蹴ればその方向に大きく飛ぶことができる。丸ボタンを押している間は壁を伝って歩く。丸ボタンを押しながら方向キーを押せばその方向に少しずつ移動することができる。ハインドの走者を微妙にかわすこともできるはずだ。攻撃を避けながら下まで降りろ。君ならできる。いけるか。あれ、下に押してるけど。何のガスだこれは。あぶねえ。渡れたよ。スネーク、渡り廊下から A 棟への扉はどうなっているんだ。その様子を見に行ってみろ。これ？
開かないっす。スネーク、渡り廊下から A 棟への扉はどうなっているんだ。その様子を見に行ってみろ。これは今 A 棟だよね。スネークがいるのが A 棟だよね、多分ね。っていうことはこれはこれかな。入りましたけど、とりあえず。スネーク、ハインドはまだ通信塔の上空を旋回している。だがこちらには奴と戦える武器がない。エメリッヒ博士ならハインドに対抗できる武器のありかを知っているかもしれん。聞いてみてはどうだ。オタコーン。スティンガーは B 棟渡り廊下入り口の資材置き場にあるよ。スネーク、実は今そっちに向かってるんだ。なんだって？どうしても聞いてみたいことがあって。聞きたいこと？なんだ？うん、それは会ってから聞くよ。じゃあ後で。ちょっと待て。なんだ？とりあえず B 棟に行きましょう。ちょっと待って。起き上がらないんだけど。B 棟の資材置き場ってむずくない？あ、ふざけやがって。お前らがいいのか。無理じゃないこれ。 B 棟行けなくない？これ B 棟は、あ、わかったぜ。消えてったかあいつは。ちょっと待って、いる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 けど、ブレすぎて、ブレすぎるんだが、何も見えないんだが。え、厳しくないこれ。こいつらどうやって倒すのよ。お見事、無事に降りられたね。軽いものだ。スティンガーはB棟渡り廊下入り口の資材置き場にあるよ。あいつら強すぎるんだが。スネーク、早くスティンガーを手に入れろ。エメリッヒ博士によれば B 棟の渡り廊下入り口にあるんだろう。スナイパーで先制攻撃して一体倒すか。でこの瞬間に突撃。
いや、あれ、あれ開かない、開いて、開いて、よし、多分これはスティンガーをどうにかしなきゃいけない気がするから、大佐手に入れたよ。どうやらリキッドはどうしても君と決着をつけたいようだ。今メイリンが解析処理した衛星映像を見ている。スネーク、彼はあなたを待ってるようだわ。獲物を狙うハゲタカのよう。みんな揃ってライブ中継をお楽しみってことか。すまない、ここからは援助できん。スネーク、私怖い。屋上へは行かないで。いや、逃げるわけにはいかない。あ、これ屋上で決着つけなきゃいけないパターンかな。じゃあ、屋上に行かなきゃいけないみたいな。ああ、これ使うのかな。ちょっと重いな。なんだなんだなんだ。多分これは処理の問題なんだろうけど、めっちゃ重かったね今。なんか落ちてないかな。思ったけど、どうなんだろうな。あるのかな。特に何もなければ戻るか。ただレーションが欲しいな。なんか動かないんだけど。塞がれているのか。それは後で考えるとして、とりあえず下の様子を見に行ってみてはどうだ。下？志は怠るべからず、時は失うべからずっていうことわざも中国にはあるわ。意志をなおざりにしてはダメだし、チャンスも逃しちゃいけないっていう意味よ。スネークには言うまでもないことだったかな。いやー、きついな今のメイリンの言葉、ことわざきついな。いや、決めるときに決められない感じだったからな、グレイホックスの時も。いやー、アナログスティックがあるとこうも滑らかな動きができるんだな。くそ、どうするんだろうこれ。階段が破壊されているとはな。下へ行くには中央のエレベーターを使うしかないということか。状況は分かった。上へ向かえスネーク。結局戻るのか。なんだなんだ。撃たないで、僕だよ撃たないで、僕だよスネーク。オタコンか、どこから来た。君みたいにスリリングなことはしちゃいない。高いとこは苦手なんだ。見てたのか。ああ見てたよ。僕は奴らのトラックに便乗したんだ。ステルス迷彩のおかげさ。どうやって上がってきた。もちろんエレベーターだよ。螺旋階段は1階の近くで爆破されていた。だからエレベーターで。エレベーターが動いていたんだな。ああそうだよ。君は大した男だ。さっきはまるで映画みたいだったよ。映画みたいにはいかない。ヒーローのように女を助けることはできない。メリルのことかい。いや、なんでもない。
スネーク、君にどうしても聞きたいことがあるんだ。ここまで来たのもそのためなんだけど、君は人を好きになったことあるかい？そんなことを聞くために？いや、傭兵でも人を好きになるのかなって。何が言いたい？君に確認したいんだ。戦場でも愛は芽生えるかどうか。たとえどんな状況でも、どんな時代でも、人は人を愛することができるはずだ。ただし、愛を享受したければ、その人を守り抜くこと。そうだよね。頼みが。え？難しいことじゃない。ああ、でも前にも言ったけど、僕は人を傷つけたりはできない。そんなことは花から期待していない。それじゃあ、この下にエレベーターが止まっている。あのエレベーターを動かしてほしい。見えるだろう。変だな。動いていたはずのエレベーターが動かない。パネルの故障かな。頼めるか。さっきまで動いてたんだ。メカなら任せてくれ。俺はこれからうるさいハエを落としてくる。分かった。こっちは帰り道を確保するよ。じゃあ。ひどい顔だぞ。参ってるようだな。大丈夫さ。こうすれば関係なくなる。僕はここには存在しないんだ。そう思えば恐怖もなくなる。変な理屈だな。頼んだぞ。依然通信 B 棟の屋上を旋回している。君を待っているんだ。スネーク、奴と決着をつけてこい。ああ。こっちか。行きますか。はい、どうぞ。いた、どうぞどうぞ。そんな残り少ないライフを削ってくるなんて。固定カメラかな。いや、いやらしいよな。これはチャフを使わざるを得ないな。あ、やばい、間違えて2つも作ってしまった。バカ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 、何やってるんだ。だから言ったのに。違う。ちなみに現在かまったく関係ないですが、収録時間は深夜2時半です。怖いです。非常に怖いです。まだいる？もしかしていないか。 OK。多分このはしごを登ればって感じなんだろうけど、スティンガーとか、ありがたい。追尾かなこれ。方向機で照準移動、四角ボタンを押すと発射。なんか機
聞いてみるか。スティンガーを入手したな。これでハインドに勝てる確率が上がった。確率が上がったって？そうだ。互角とはとても言えないからな。相手は怪物ヘリだ。勝てる確率はわずかしかない。もちろんゼロではないが。アナリストというのは白状だな。ハインドを落とすには視界のいいところでないと無理だ。渡り廊下あたりで戦おうとしても建物の陰に入り込まれるとどうしようもない。屋上で対決するのが賢明だ。やっぱ屋上なんだな。セーブしようか。